インターネット参拝とは、神社や寺院がウェブサイトを作成して、パソコンの前で参拝を行うことである。ネット参拝ともいう。具体的には、メールで願い事を送信し、それを、神職、住職が直接神前、仏前へ祈願する形式が一般的である。お札やお守りの販売も、通販で行っている箇所もある。中にはジャバを用いて、鈴を振ったり、 再生を入れたりできるなど本格的なものもある。インターネットによる参拝の是非は意見が割れている。全国の神社を管理する神社本庁はインターネット参拝を自粛するように全国の神社に通知している。ネット参拝を実施した小野寺先神社の御主印オンライン神社の記載がある新型コロナウイルス感染症の流行に伴う 緊急事態宣言による外出自粛要請下において奈良県の世界遺産である東大寺がリモート参拝を実施したことでインターネット参拝が注目された。その後コロナ流行大参拝家中で迎える2021年の初詣において例年のような参拝者による混雑は3つの密な状態でありソーシャルディスタンスを確保することが困難であると予想されることから インターネット参拝が奨励されるようになった。コロナ禍による影響を受けて、オンライン飲み会やオンラインツアーが提唱されたことから、オンライン発毛という表現を用いて呼びかけた社事が増えた。また、東京都の神田明神では、コロナ下の自宅待機中に人気が高まった、オンラインゲームの集まれ動物の森の中に境内を再現した仮想空間を作成し、 バーチャル参拝の場を提供した。こうした事象に対し、SNS 上では、エア参拝といった揶揄する表現も見られる。ありがとうございます。